東京オリンピック・パラリンピックの会場として建設された国立競技場です。この建物にはどんな材料が使われていると思いますか？実は国産の木材と鉄骨を組み合わせた新しい工法で作られています。木材には香りや肌触りの良さなどの特性があり、鉄やコンクリートとは違った柔らかさや明るさを感じさせてくれます。日本では木材は様々な建築に使われてきた伝統的な素材です。木材には燃えやすい、腐りやすいといった欠点がありましたが、最新の技術で長持ちさせられるようになり、今ではビルや駅など様々な建築に使われています。こちらは沖縄の観光名所、美ら海水族館。色鮮やかな魚たちの姿を間近に見ることができるこの透明な水槽、ガラス製ではありません。何でできていると思いますか？実はプラスチックの一種、アクリル樹脂を貼り合わせて作っているんです。プラスチックは軽くて丈夫、腐りにくい、さまざまな形にしやすいなどの特徴があります。リサイクルも容易なことから、環境に配慮した製品を作り出す工夫が進んでいます。このように私たちが暮らす社会をよく見てみると、目的や利用する場面に合わせて最適な材料が選ばれ、適切に加工されていることに気がつきます。生活や社会、自然の問題を技術の力で解決するために、この DVD では技術のプラス面とマイナス面を考えながら、材料と加工の基礎的な技術について学んでいきましょう。